皆さんこんにちはただいまから2019年度土地活用プランナー認定試験対策講座を始めてまいります担当は講師の平柳と申しますよろしくお願い致しますさて今回ですね2019年度の土地活用プランナー認定試験に向けまして対策講座の方を行ってまいります使用いたしますテキストはこちらですね 土地活用プランナーに関しての養成講座テキストというまああの試験実施団体がですね作成している公式のテキストということになります。これを使用して講義の方をしてまいります。でこのテキストですね分量がま非常に厚いですねこんなになってます。 ページとしましては分量で言いますと、まあ、作品まで含めると725ページということでかなりの分量ということになりますね。でただこの内容に関しましてすべ、えー、てを押さえていかないと試験に合格できないのかというとそうではありません。まあ、あの公式ですねテキストのところの内容から基本的には出題はされるということにはなりますが、えー、過去の本試験の問題、まあ、これはあの一般に公表されているわけではないですけれど私はまあ講師としての立場で過去の本試験の問題を確認しながら分析をして こちらの講義をしていますのでね、そういう点で分析をしていきますと出題されている部分というのはそれなりの偏りが見られますまあ、つまり土地活用というものを念頭に置いて重点を置くべき部分ですね重要度の高い部分に関してそれに該当するま問題がきちんと作られているという形になるわけですまあ、そういう点でこの725ページ作品まで含めてのまかなりの分量のテキストではありますけれど試験対策ということに絞って考えればです、ね 短期間で効率よく内容についてお伝えをすることができるということでこのような講座の方をやっているということになるわけです。講義時間数は基本的にです、ね、10時間程度という形になっていますけれども、まあ、わずか10時間で当然すべてのページのすべての内容を事細かに説明するというのは難しいですけれども先ほど言いましたように試験対策というものに 頂点を絞ってピンポイントでどういう部分がよく出題をされているのかそして今後も狙われうるのかそしてどういう形で押さえておけば試験問題に対処ができるようになるのかという点についてをまあ、短い時間ではありますけれどもできる限りお伝えしていきたいと思いますさあそれではですね公式テキストのところでまず目次をちょっとご覧いただきたいんですけれども全体的な話を少ししておきますね 目次のところですがこのテキストは全部でですね、第1編の総論から始まりまして第14編の倫理規定のところまで全14編によって構成されています。でそれぞれの編につきましては内容にかなりですね、メリハリがついていますので編ごとに分量も大きく異なっています。でその中でここの全体の中で確認をしていただきたいのがこのテキストは大きく第1編 第1編から第5編の建築設備までの部分とそれから第6編以降のところとで大きく話が分かれるということをちょっと認識をしておいていただきたいんです。 で具体的に第1編から第5編までは一体何の話なのかといいますと、まあ、あの書いてあるタイトルを見ていただければ分かりますように総論、法令、資金計画税務、建築設備というふうな形になっていまして、まあ、あのいわゆる実務的な話よりもどちらかというと知識レベルの話を重点を置いているのが1編から5編の話ということになります。 他方で6編からは実務編123というふうになっていることからも分かりますように6編からは基本的に実務的な内容が色濃く出ているということですね。で過去の土地活用プランナーの本試験の問題を分析していますと。 土地活用プランナー試験ととといいいいううのは、な実務面に重点を置いた出題ががされれててるこ見取ます。ですからそういう点では後でまたおいおい話をしていきますが今回のテキストですと例えば第2編に法令編というのがありましてその法令編の中には、まあ、皆さんがこういう資格試験を受験する皆さんでしたらよくお分かりの通りいわゆる民法関連の部分とかがかなりの分量で割かれてはいますけれどもこの辺りのものの出題数というのは基本的に多くはない。 ということになるわけです。 まあの土地活用プランナーは本試験の問題は全40問という形になっていてマークシートで1時間で問題を解くという形になっていますけれどその40問の中でも民法関係の話が出題されるというのはテキストの分量はそれなりにあるんですけれどそれほど台数は多くはないという形になったりするわけです、まあ、そういう点でテキストの分量とは別に試験レベルでのです、ね、メリハリというものを講義の中ではいろいろつけていきたいと思いますでそういうい点でで第第1編編から第5編までの 知識編のところよりも第6編から第14編のところの内容の方、まあ、実務編に関する話の方が試験における力点がかなり置かれているつまりその分出題数も多いということですよねそういったところを念頭に置いていただくと良いかなというふうに思います。さあそれででは早速ですが内容の方に入ってままいりましょう まあ中身の細かい話はいろいろと話し尽くすことは難しいですけれどもこういうところを気をつけておきましょうというのをピンポイントでとびとびでになりますけれども話をしていきたいと思いますではまずはテキストの2ページ目ご覧ください 2ページ目はですね第1章のところで土地活用と土地活用プランナーの役割というやつですね、まあ、ここからはまあ第1編の話になりますので、総論ということになりますけれども、第1編、総論に関しての内容ということです。 1> で第1章の土地活用と土地活用プランナーの役割のところにつきましてはえ、まあ、あのいろいろ文章書いてありますがまとめの部分は最初の章のポイントのところに書いてありますので、ね、えこれでまあ全体像については確認をしてみてください、まあ、そもそも土地活用というのは一体何なのかということでこれは優れた土地活用のイメージを持つということそしてえ土地活用における留意点を確認をするということですねこのあたりが重要になってきますと、まあ、そういうポイントがこの章の最初のところを見れば分かるような構成になっていますよということですね でまあそういったところも参考にしながらえ学習を進めていただきたいと思いますで今回まずちょっとチェックをしてチェックと言いますか確認をしていただきたいのはまず最初は出発点ですからその下一番の位置ですね土地活用とはで土地活用の意義のところえこれをまあちょっとまずは見てくださいえ土地活用というのは一言で言えば所有する有給地などの低未利用地ですねこれを収益資産として有効活用することだということになっています まあ文字通りの話ということで試験レベルを含めてちょっと重要度が高いのが下に移りまして2番目ですね、この2番、優れた都市活用による個人的社会的な効果というところこの項目についてはちょっと優先順位を上げて押さえておいていただきたいと思います。 で、まあ、内容を草とですが、確認していただくとえ優れた都市活用を行うっていうのは個人的。それから社会的に大きな波及効果をもたらすことができる裾野の広い事業なんだということですねえ。そういった視点を持って都市活用というものを見ていきましょう。ということになるわけです。まあ,あのこの辺りのところはですね今の一段落目のところを念頭において、後の文章は確認をしてみていただくと良いと思います。 それから3ページの方に続けて飛びますが、大きな3番目、土地活用における留意点ということですね。留意点に関しましても、文章、いろいろ書いてありますが、この辺は読み物です。内容についてはお読みいただければ良いと思いますさあで、まあ図の。図の形での全体的なイメージなんですけれども、4ページのところの上の方に図がありますね。土地活用に関しましては、こういったようなさまざまな活用の手法というものがあるんですよとで。それを有効利用してキャッシュフローを生み出す。 それ自身がまあ、例えば土地オーナー自体の生活を豊かにすることにもつながりさらには利益を税金として社会に還元するような社会的な意義もあるんだということまあ、そういう全体像を示したのがこの上の図という形になります、はい、まあ、ここまでは以上でおしまいとしましょうまあ,あのからさる軽くさらっと流しているところはですね、試験での重点もその程度だと思っていただければ良いと思います それでは続きまして下に移って2番目4ページの2番ですね土地活用プランナーの氏名とそれから心構えというところですけれどもこの氏名と心構えこれにつきましては試験においてはですね出題をされることが多いですので4ページの大きな2番土地活用プランナーの氏名と心構えの項目についてはぜひ内容についてはしっかりと押さえておいていただきたいと思います。 で中でもですね特に重要度が高いところについて少し話をしていきたいと思いますけれども土地活用プランナーっていうのがどういう資格なのかというのは2の1のところこれお読みいただければ分かりますからあとで読んでみてください基本的には専門知識を活用したりあるいはコーディネートをしたりして専門家,を専門家とまあオーナーとをつないでいったりするとそういうふうなイメージだということですね単純なイメージ図につきましては5ページの上の方に書いてありますので、まあ、参考にしてみてください はいでまあ、ピンポイントで話をしたいところがどこかと言いますと6ページにちょっと飛んでいただきたいんですけれども6ページの上のですねところの大きな3番ですね土地活用プランナーの心構えというのがありますでこの部分の第一段落ですねこれ過去の本試験では非常によく出題をされている部分でもあります6ページの3番のですね第一段落のところです で内容としては土地活用にかかる人を幸せにするのが土地活用プランナーの役割だという話ではあるんですけれど、重要なのはですね、そうするとじゃあ土地活用をする際に土地のオーナーさんの希望に沿った形でやることだけが活動することだけが土地活用プランナーの役割ではないっていうことが書いてあるんですね。つまり何を言いたいのかと言いますと、土地活用としてこういうふうな方向で活用したいんだっていうふうな意識を持っている土地のオーナーさんがいた場合に土地活用プランナーの役割は プランナーはそれを後押しする場合もあるんですけれど逆にその内容が適切ではない場合については後押しではなくてブレーキの役目を果たすことも必要だということつまり単純に土地活用プランナーは土地オーナーさんの希望を叶えることだけが目的なのではないのだという視点のです、ね、出題これは過去の本試験でたびたび繰り返してなされているポイントということになります。 まですのでそういったところが書いてあるのがこの6ページ3番の第一大学の話なんですね。ちょっと一読だけしてみましょうか。 土地活用に関わる人たちを幸せにするという観点から土地活用プランナーには必要であればプラスの点だけでなくマイナスの点についても正直に依頼者に説明することが求められますということですねこの視点をきちんと持っておいていただきたいということですで例えばということで具体例で補強しておきましょう例えば賃貸住宅を建設しての土地活用を依頼されてプランニングを進める過程で現時点では賃貸住宅は建てない方が良いという結論が出た場合については では事業の中止あるいは修正これを提言することも必要ですということですねまあ、こういった具体例を含めて中身については確認をしておいていただきたいということになりますはい、まあ、以上がここまでの話ですでは続いて今度は下に移って4番え大きな4番で土地活用プランナーが持つべき視点という話なんですけれども この視点に関しまして、試験でのピンポイントで重要なところは、7ページ目の上の方の2番ですね、長期的視点の重要性というところです。で、この長期的視点の重要性というところも、試験での重要度はかなり高いところではありますので、きちんとチェックをしておいていただきたいということになります。 で内容はですね、まあ、のたくさん文章書いてありますこのテキストは実務的な面からの文章もたくさんありますので、まあ、読んでいただければそれなりにですね、イメージが湧きやすくはなっていると思いますからぜひあの時間を取って読んではいただきたいんですけれど今回の講座は非常に時間がかけられていますから内容についてのエッセンスだけをちょっと簡単にお伝えしておきます。 で、この長期的視点での重要性のところではですね、何を書いてあるのかと言いますと、基本的に土地活用プランナーっていうのは、オーナーさんの希望をそ、まあ、あの、叶えた場合にですね、土地活用を、まあ、あの、きちんとした場合に、その時点で、まあ、収益性が上がっていれば良いということではないのだという話がここでは書かれています。つまり、非常に長期的な面で、将来を見据えた形での土地活用が必要なのだという話が書かれているわけです。具体的に将来を見据えてというのはどのぐらいなのか。 つまり土地を活用して建物を建ててそれをあの土地活用として土地,を土地にです、ね、上に建物を建ててそれで賃貸経営をするというのも一つの活用の方法ではありますけれどその場合にその瞬間に、えーまあ、あの利益がきちんとです、ね、回ってくるような形であればよいということではなくて10年、20年、30年先そういった形の先々をかなり長い形で見た場合にそれでも土地オーナーにメリットがあるような状態を確保していく必要があるということです。ね。 まあそういう点での長期的視点というものを持っておく必要があるのだということ、まあ、つまり中では表現として出てきますけれども未来予想型ですね未来予測型の業務っていうのが土地活用プランナーなんだということが書かれていますので、まあ、そういう点についてをちょっと意識をしておきましょうということになります。 さらにはもっとひ長い視点で見ていますとその土地オーナーさんですねその依頼を受けた土地オーナーさんの生きている間だけではなくその土地オーナーさんが亡くなって次にそのお子さんですとかに相続をされた時のそういう次世代へのですね継承に関しても見据えたような土地活用というものが理想的なのだっていう話も含めて書かれていますまあつまりそのぐらいの長いスパンで見た時の長期的なですね視点というものが重要なんですよということが書かれているのでまあその辺のところを 意識をししていいただければ良いでしょうということになりますと、はい、ということで、まあ、8ページの上の方を見ていただきますとね土地活用事業の成否に関する話で、まあ、あの安定経営とか不安定経営というところをですね、まあ、それぞれ分けて何が成功何が失敗なのかというところのイメージ図が書いてありますので、まあ、そんなイメージを持ちながら今の部分の文章を読んでみていただければ良いかなというふうに思います。 はいそれからあとはその下の3番目、土地活用プランナー資格をどのように活用するのかという点につきましては、これは皆さん各自で確認をしていただければ良い話でもございますので、ここでは特に8ページ、9ページのところでは言うことはございません。では続いて今度は10ページの方に移りましょう。10ページ第2章で土地活用プランナーの業務フローのところです。 で業務フローのところでは本省のポイントのところにありますけれど土地活用成功までの流れとしてまず大きくビジョンそれから目的これをあ目標ですねこれを定めて戦略戦術を導き出すというふうなことが書かれていますで。それから土地活用プランニングの際の3つのポイントとして総事業費を正確に把握するということ収入家賃を健全に把握するということ。 それから支出の手堅い把握をするということまあ、こういったことが重要だということがですね書かれているということですねで最初のですね1番その下の1番のところですが都市活用成功までの流れとして都市活用の全体像のところなんですがこの点はまあ文章各自お読みいただいた上でイメージとしましては11ページの上にあります図ですねえこれをまあざっとしたイメージとして確認をしてください まあ下の方から上に上がっていく形になりますが、土地活用ですね、で戦略、戦術で、目標、そしてビジョンという形になってますね。でこれについては、下から上に矢印が向いてはいますけれども、まあ、実際上はどういうふうにいくのかといいますと、えー、それぞれですね、えー、まあこの戦略、戦術というところでシェアハウスを作るとか、建築費を抑えるとか、で目標として、勉学に0年できる家賃の設定をする、それからビジョンとして、学生に良質な住環境を提供するって書いてあります。 でこれは現実問題としては上から下に向かって流れてはいくわけですよね、話としましては。 で、そこから目標を設定してで、そのための戦略や戦術ということですねえ。そういったものをですね。ま、あの策定をしていくっていう形になります。で、それをまあ1本下から上まで矢印を貫いたというだけなので。まあ、実際の流れとしましては、まずビジョンから始まり、目標を戦略戦術でそれをもって土地活用という形に流れていきます。まあ、そのあたりをイメージだけしておいていただくと良いでしょうということです。 現実に今あの事業収支計画というものを作っていくことにな,っていくわけなるわけですがその場合の業務フローについての概要は次のページ12ページのところにです、ね、書かれています。 でこの業務フローの概要そのものが本試験で聞かれるということはありませんありませんがただまあ実際にえ土地オーナーさんにまあ話を聞くところから土地活用プランナーの仕事が始まってくるわけでえそういうヒアリングをしてからですねえ事業収支計画書を作成するまでどういうふうなまあ流れ過程をたどるのかということですねえこういった点についてがここではまとめてありますので、まあ、上から順番にですね12ページ上から順番に読んでいただければその土地活用プランナーがどのように活動するのかという イメージが湧いてくるということです。まあ、そういう形で効果まあご利用いただければ良いでしょうということですね。まあ、試験対策としては直接は関係がないですがというところだと思ってください。はいでは続きまして今度は13ページに移ります。 13ページは土地活用プランニングの3つのポイントということで、ここについては13ページの上のこの図ですね、この図はしっかりと押さえておいていただきたい図ということになります。土地活用プランニングの3つのポイントということで、総事業費を正確に捉える、これは具体的には、総事業費は建築費の1.2倍程度を見込むということですね。 でそれから ② 収入家賃を健全に捉えるですね収入家賃を健全に捉えるというのはどういうことかと言いますと基本的に家賃は当然ですね決まってはくるわけですけれども必ずまあ満室経営で満額収入が賃料が入ってくるとは限りませんよねつまり満室ではなくて空室になる場合もありえますしそれから入室をしていたとしても賃料の滞納というものもありうるからです。 まあさらには、ですねえまあ建てで建てから少し時間が経ってきますとえ賃料に関しても当初建てた当時の賃料を維持することは難しくなってきますのでえだん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 賃料も少しずつ値下げをしていかないとお客さんがついてこないということになってきます、まあ、そういうことも踏まえてえ賃料収入というものをですねえ建てた当初のえまあ状態の賃料で満室経営でずっとですねえその建物は維持されるということを前提にするわけにはいかないということですね。 でこれが収入家賃を健全に捉えるということを意味しているということです。その先々のことを踏まえて、えー、まあ、あの空室が発生をしたり、あるいは体能が発生したり、あるいは賃料の下落が発生したりということを踏まえた形で、えー、捉えていく必要があるということですね。 それから、丸3番ですが、支出・返済経費ですが、これを手堅く捉えるということですね。でこれは金利ですとか、あるいは乱入を起こすと、こういったものをですね、多めに見込んでおくということです。出ていくものは多めに、入ってくるものは少なめにっていうふうな形で捉えるのが、基本的には的確なですね、収支の把握につながってくるということになるわけです。まあ、そのあたりを確認をしておきましょうということでした。13ページについては以上です。 では次今度は14ページに移ります14ページ第3章で土地活用にまつわる市場の動向という話になりますけれども、まあ、本章のポイントはたくさんありますここはですね結構出題の方向だったりしますこの第3章は様々な部分で出題される箇所がありますのでそれらをきちんと押さえておく必要があります で中身の説明にはちょっと立ち入る時間がありませんけれどこういうところがよく出てますよということはですね、お伝えをしますのでその点は適切に、まあ、皆さんの方でテキストに何か印をつけるとかですね、メリハリをつけていただくと良いかなというふうに思いますでは行きましょうまず14ページ下の方、真ん中下の方を見ていただきまして地下の動向というのがありますね。 1>, で1番で地下の種類と算定方法で、かっ1が地下の種類、はい、まずこの地下の種類は本試験では非常によく出題をされます。これ、しっかりと押さえておきましょうというところですね。 で具体的な出題に関してですがまず地価というものはですね、土地の価格なんですけれど実は1つの土地に関して1つの価格しかないのかというとそうではないということになっているんですね。具体的にはこの過去1番の3行目真ん中にも書いてありますが一物5価と言われたりしまして1つのものに関して5種類の価格というものが考えられると言われたりしています。 でその具体的な5種類が以下の1の実勢価格から始まって次のページの2、工事価格3、基準値価格4、路線価そしてさらにいきますが次のページ16ページの方で16ページの5、固定資産税評価額という形での5つということですね。でこれで一物 でこの部分はそれぞれのですねその価格地価に関する中身のですね定義これが試験ではよく出題をされたりしますえつまりその路線価とはこれこれであるで丸かばつかとかそれから固定資産税評価額っていうのはこれこれであるとで丸かばつかとかいったようなその一物5価の5価に関するそれぞれの各定義ですね定義に関する話が聞かれる傾向が非常に強いですので、まあ、本試験対策としましては各価格のその定義をきちんと確認をしておきましょうと。 合わせてその定義のところではいつの時点でどういうことに関して公表されるのかっていうふうな情報も定義の中には含まれてきます。まあしたがってテキストではえっ、ー、と16ページの下の方をご覧いただきますと表が載ってますよね。地下に関する種類ということで、まあ、種別の話で地下の話が載ってまして実施の主体だとか実施の目的だとか実施の時期だとかっていうのが書いてあります。でこういう情報も含めて試験では聞かれたりすることがありますので、まあ,あの今言った地下に関して。 の各定義ですねこれは14ページのところの時勢価格のところからですね始まる定義ですけれど時勢価格とは実際に市場で取引されている価格のことであると言われたら丸だと判断できるようにするとかですね、まあ、そういう定義のところに関して、えー、まあ情報を16ページの下の表も含めてですけれども確認をしてみていただくと良いと思います。はい、では続きまして17ページ 17ページ、2番で地価の算定方法というのがありますね。この地価の算定方法も試験ではよく出題をされますのでチェックをしておいてください。地価、ね、に関しましての算定方法はこのページ真ん中辺りに大きく3つ書いてありますね。減価方式、それから取引事例比較法、それから収益還元法というものがありますね。 でさらにこのうち収益還元法についてはですね表の下の文章を見ていただきますと直接還元法というものとそれからディスカウンティッキャッシュフローという DCF 法というものこういう2つの種類があったりします。でまあ直接還元法というものが使われた場合にはこういうふうな計算式なんですよなんていうのが以下続いていますよね。ということでこのあたりにつきましてもやはり定義とか それから構造ですね、収益還元法にはさらに直接還元法、DCF 法がありますとかですね、そういうふうな構想についてが、試験では聞かれることが多いですので、この17ページにつきましては、まず真ん中の表の定義ですね、それぞれの方式の定義、方法の定義と、それから収益還元法に関しましては、さらにその中に直接還元法と DCF 法というものがあるとかいうことですね、そのあたりを確認をしていただくと良いと思います。 はい、17ページは以上でおしまいです。 それから次に18ページのところに移りまして18ページの真ん中、ちょっと上大きな2番で地下の動向というのがありますね。まあ、このあたりは読み物ということになります。あの今までの経緯ですとかね興味深い話は載ってはいますけれども試験対策としてはあまり大きなポイントにはなりませんのでこの地下の動向につきましてはですね、まあ、簡単にイメージだけということで、まあ、時間があるときには読んでいただければ良いかなというところです。でそれが18、19、20、21と続きます。 はい、そして次に移りまして、二十二ページを見てください。え、二十二ページは金利の動向ということですね。金利の動向です。 でこの金利の動向につきましては金利そのものに関する話が、まあ、あのまた別途後のところで出てきますのでそっちの方の話が重要なのでこの22ページの2番の金利の動向の1番の総論のところにつきましては特段大きなポイントはありません、まあ、あのお読み物としてはもちろん読んでいただいた方がいろいろ興味深い話は書いてありますのでね良いと思いますけれど、まあ、ひとまず22、23ページにおきましてはあまり重要度の高いところはないかなということです。まあ、強いて言うなら23ページ の下の方で短期金利と長期金利って話がありますのでまあ、そのぐらいは中身ちょっと確認はしてみましょうという程度ですかねただまあ重点を置きて勉強してくださいというほどではありませんということですえでは続いて24ページを見てください 24ページのところで真ん中あたり2番で日本の現状とかですね3番で肯定場合の推移ととかっていうところが書いてあります、まあ、この辺ももう流れとか経緯が書いてあったりしますけれどもひとまず今の段階で試験対策として抑えるようなところはあまりありません。 はい、で以下26ページ消費者物価指数動向のところからも同様ですね、まあ、の消費者物価指数というのが何かとかぐらいは確認をしていただくと良いかなと思いますけれどこの辺りの部分はそれほど大きくポイントにはなりません。 で重要な話がどこか話なんですが29ページ、ここなんですね。29ページの空き家の増加というのは土地活用にとっては非常に大きなですね直接的に影響を与える要素でも出てきますのでこの空き家の増加の項目については中身をちょっとしっかりと学習をしていただきたいというところであります。でまあ、あの空き家が増加してるんだっていうのは皆さんイメージは持ってらっしゃいますかね。 まあ土地活用する上におきましては空き家が増加しているのに例えば賃貸マンションの建設が続いているとなりますとそのまあ受給のバランスが取れなくなってしまうということが考えられるわけです。ですからそういう点で空き家の割合というものが非常に大きくなっているんだということはポイントになってきます。 で、えー、文書のところですね、えー、見てみて、まあ、の内容については後でざっと確認していただくと良いんですけれどまあ一番わかりやすいところのイメージとしては29ページの一番下にグラフがありますよね空き家率の実績と予測というところで、えー、まああのグラフが載っていますけれどそこのところを見ていただければこれあの折れ線グラフのところが空き家率なんですね空き家率が1993年では9.8%だったわけですがそれがずっとですね上がっている右肩上がりになってますよね。 で2018年16.1%その後ですね2033年まで見ると27.3%にまで空き家率が上がっていく可能性があるということになるわけです、まあ、そういったところでいかにですね賃貸経営というものが難しい状況に入ってくるのかということも見えてくる、まあ、それだけ本,、まあ、本質を捉えた形での賃貸経営というものが要求されてくるということになるわけですね。 はい、それから30ページのところをご覧いただきまして30ページの大きな2番目。 空き家所有者の空き家に対する対応の傾向ということですけれども、まあ、空き家がある場合にどういうふうな対応をするのかということが書かれています、まあ、この辺についてもですね、まあ、データその他書いてあります、まあ、あの時々試験ではデータが聞かれるということもありますので、まあ、その数字パーセンテージが入っているものについてのところですねそういったところもちょっと見てみていただくと役に立つことはあると思いますただ数字といっても あの試験対策で数字のパーセンテージを覚えるっていうのはちょっと厳しいですよねですからあのパーセンテージで例えばですね32.3%って書いてあるところが31.3%が本当なのでバツですとかそういったような問題は出ないわけですですから試験で注意をすべきそのまあ数字の話っていうのは基本的には傾向の部分ですねつまり傾向として何割ぐらいなのかとかあるいはそれが増えていく方向になってるのか減っていく方向になってるのかとかそういうふうなですね方 方向性の部分が数字が問われる場合には試験でですね本試験で数字が問われる場合には問われてきているという傾向がありますまあ、ですので空き家に関する話も先ほど空き家率の話で言えば右肩上がりで空き家率が上がっていくことが想定をされるということですとかねそういった方向性のところをちょっと意識的に押さえておくと良いかなというところですはい、まあ、以上がここまでの話でした